フェラーリ三百六十五 g t 四点二プラス2、フェラーリ四百フェラーリ四百十二はいずれも、イタリアのスポーツカーメーカーフェラーリが生産した2プラス2座席グランツーリスも、基本的に同じボディシャシ設計で九百七十二年から九百八十九年まで生産された。三百六十五 g t b 四のシャシを用いて作られた2プラス2バージョンは九百七十一年に、 登場した 365GTC-4 になるはずであったが、そのスタイリングは不評で、デートナの陰に隠れた存在になってしまい、わずか2年間に500台が生産されたに過ぎなかった。そこで 365GTC-4 に代わる2プラス2モデルとして開発されたのが 365GT-4.2 プラス2で、フェラーリの中では実用性の高い豪華な、 GT カーとしての役割を担う存在である。デザインは 365GTC-4 と同じくフェラーリの関連通りピニンファリーナが担当した。ファストバックだった 365GTC-4 とは対照的な一見にドアセダンのようなスタイルであったが、クリーンでエレガントなプロポーションを持ち、結果的に非常に長い商品寿命を保つことになった。エンジンは デートナと同じフェラーリ伝統の60度 V 型12気筒で、デートナが 365BB にバトンタッチしてからは、フェラーリ唯一の V12 フロントエンジン搭載車となった。V 型12気筒、4カムシャフト6機のウェーバー製キャブレターによって、最高出力は 340PES であった。百七十六年モデルより、排気量が百二十三 c c に拡大され、 1>, 1気筒あたり排気量が 400cc となったので400に名称変更された。365GT4.2 プラス2との外観上の大きな違いはテールランプが従来の6頭からやや体型で308と共通のイメージがある4頭になった点である。またフェラーリとしては初めて3足 AT ゼネラルモーターズ製。 ターボハイドラマティック400が選択可能となり、販売台数の上でも AT 仕様が多数派となった。この AT は GM に限らず、同時期の大出力者では多く採用されたものである。日本にはオートマチック仕様のみ輸入された。1979年秋に、ボッシュ系ジェトロニック型インジェクションが装着された 400i に発展した。 オートマチックトランスミッションとの相性が改善され、実用域での扱いやすさが改善し、排気ガスもよりクリーンになったが、最高出力が 310PS に低下した。日本にはオートマチック仕様のみ輸入された。1985年モデルではエンジンが再度 512BB と同じ内径5 8 2ト、mm、ル。 工程 78mm の 4943cc まで拡大され、名称は1気筒あたりの排気量の増大に合わせて412に変更された。この排気量拡大に伴い最高出力は 400GT と同じ 340PES に回復した。またトランクスペースをかさ上げするため若干ながら、ボディ交換がハイデッキ化された。内装の衣装も四百 i から、 若干変更されており、より近代的な印象を受ける。また、ボッシュ製の ABS がフェラーリで初めて装備された。日本にはオートマチック仕様のみ輸入された。1989年に生産は終了し1990年以降のカタログから消えたが、1992年に登場した全く新しい設計の 456GT がその需要層を継承した。 基本的に同じ設計で18年間も生きながら得たのはエレガントなスタイリング、全面上質なレザー張りの豪華なインテリア、そしてデートナの生産終了後フェラーリ唯一となった V 型12気筒エンジンの魅力によるものであった。アメリカの複数のコーチビルダーが4ドアモデルを製作した。サウジアラビアの王子の注文を受けて、1982年に400愛をもとに、 ミケロッティで製作された特注モデル。当時同社に在籍していた日本人チーフデザイナーの内田タペオが内外装をデザインした。ありがとうございます。